頑張ります。皆さんこんにちは、米村伝次郎です。チャリーニシューロです。よろしくお願いします。お願いします。今日も、紙で切るシリーズ。そう、紙で切るシリーズですね。なるほど、まあ、この紙ではないですけど、はい、あの前回結構ビビりながら、はい、この木を切ったんです、うん、でアルミが切れなかったんですけ ど、 あとフランクフルトも、うん、なかなか苦戦したんですよね。まあ切れたけどね。なんとこの曲線ツルツルしてるのが、うん、問題じゃなかったとか、うん、で最後はちょっとこれは絶対子供たち真似しないでねってことなんですけど、こちら専門家の指導を受けてね、安全にやってるので、うん、よくわからない専門家だけどね指にちゃんとアルミホイルを巻いて保護して紙を巻いてやったら紙すら切れなかったという。そうなんだ。でそうするとね、硬さの問題ではなくて、食い込まない、ツルツルしていると切れないのかもしれない。アルミ缶もアルミが硬いから切れないんじゃなくて、ツルツルしてるから滑っちゃってさ切れないんじゃない？ということなんです。はい。ということで今回はここでまあ指サイズなツルツルしたちょっと曲面の今度は水道管で、水道管でやって改めて、まあ、その辺の予測が正しいかを確かめてみようと思うわけですね。はい、それでは参ります。紙 vs 水道管。スイッチ。はい、決まった。お、今日もいい感じで調子いいですね。では参ります。切れた！切れた！紙の勝利！あれ？ツルツルなんだけどね。この場合は、まあ、ツルツルなんだけど、もしかしたら熱かもしれないね。摩擦熱で、プラスチックだからさ。確かに。少し、柔らかくなって。この紙カッターも、この切るにはいろんな原理が入ってるわけですね。はぁはぁ、でも、この結構硬いんですよ、水道管。硬さはね、硬いけど、まあ、もしかしたら熱の影響かもしれないね。はぁ、いや、これ切れちゃいましたね。じゃということで、紙カッターのこの凄さが、うん、分かっていただけたと思うんですけど、なんかペロペロキャンディーやるとすごいことが起きるって話だったよね。そうなんです。あれ、ジャイアンだからエビちゃんが言ってくれたんですけど、うん、このペロペロキャンディーは、うん、ちょっとチャーリーさん、すごいことになりますと。はい、世界初というか、誰も見たことがない、そんな感じなんですか、これ見たいですよ。いや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 、まあ、切れるんですけど、これやっぱ七色なのみたいなので、うん、なんですかね、切れる時がなんか光る、何になる、どうなるの、ではペロペロキャンディーがどうなるのか、ベロベロキャンディーになるのか、長くなるのか、一体どうなるの、どういうことですか。いやいや、どう長くなるのかさ。ああ、そうです、うん、じゃあやってみたいと思います。ペロペロキャンディー VS、はい、紙です。スイッチオン。お願いします。おー、待ってたー、何何、うわー、なんか先生、あ、煙、今中の、すっごいなんか、スパイダーマンみたいに出てきたんですよ、今。出てきて、喜んだらですね、一瞬にして、なくなったんですけど、これ。これが飛んでったんだね。え、今何が起こったの？あの、飴に食い込みすぎて、引っかかっちゃったんだね。うわ、あ、で、これが、飛んじゃった。うん。で、最初に出てたのはきっと、飴？飴？溶けた飴。え？
もしかして綿飴？綿飴？そう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 。これですよね。うん、じゃあこれいっぱい出してみようよ。せっかくだから。では参ります。先生。痛いんですけど、ブツ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 飛んできて、はい、自分に飛んできました。あ、そういうもん、はい、じゃあちょっと立ってやろうか。どっちなんだろう。いってきます。さあ、もうすっごい出ましたもんね、はい、先生、こんなやつに出た割には回収率が低かったけど、はい、ちょっと味見を。これだけしかなかったんですか、うんうん、あ、いや、ほとんど飛んでちゃったの。あ、そうだったんですね、うん、でも面白かった。いや、ちょ、うん、これちょっといただきます。うん、あ、美味しい。あの、ね、この味の味の綿菓子になるんですね。普通綿菓子ってあの、溶かしてね、熱で溶かして、まあ、回転させて、まあ、飛ばして細い、糸状のっていうか綿状の飴を作るわけじゃん。でも今の場合は全然温めてないからさ、そこがすごいね。摩擦熱で温かくなってる。おそらくね、おそらく摩擦熱なんじゃないかなと思うけど、ですごい高速で回転してるから、細かい綿状に飛ぶ。しかしこれはすごいですね、あの熱を、火を使わずにお手軽にできちゃいますね、うん、もしかしたら何かこれ工夫すれば新しい綿飴製造法開発できるかもしれないけどね。ちょっとブチブチ飛んできたり、時々失敗するとバシャーンってなりますけどね、うん、でもやっぱりやってみないとわからないっていう、そういう実験、うん、すごかった。すごい、飴を切れるだけかと思ったんです、じゃなくて綿菓子になると。神、恐るべしですね。またいろいろやってみましょうか。いろいろアイディアも浮かんできますね。飴はすごかったね。飴すごい。この VS でいろんなものをこれからまたちょっとやっていきたいと思います。はい、シャリありがとうございました。はい、楽しんでもらえたでしょうか。バイバイ。パラダイス。